今回の動画はアイコン Z ガールズグループ部門から誕生したガールズグループのデビューがなんと決まったということで、そのニュースについてお伝えしたいと思います。そしてティザーもね公開になっているので、その感想もお話ししていきたいと思います。アイコン Z ガールズグループ部門を応援していた皆様、そしてムーンチャイルドを応援している皆様、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやー、待ちました。かなり待ちましたね皆さん待ちましたよね。結構長かった。サバイバルオーディション番組が終わってからデビューまでって、まあ待つじゃないですか。まあその期間って結構楽しみでもあるんですけれども、長かったですね、結構ね。はい。まあそれだけ丁寧にしっかり準備したっていうことだとは思うんですが、で、いつもお茶会 TV を見てくださる方はご存知かと思うんですけれども、お茶会 TV は、まあ、基本的に K-POP 好き、そしてまあサバイバルオーディション番組好きのチャンネルとなっております。なので、LDH に関してはそこまで詳しくはないんですけれども、まあ、アイコン Z ガールズグループ部門はハイブが関わっているってこともあって一生懸命見ておりましたし、動画もたくさん出させていただいておりました。そんな経緯がございます。っていうかオミピー3代目の活動を今されていらっしゃるじゃないですか。忙しそうですよね。プロデュース業もやるし、ご自身のグループの活動もされていて、めちゃくちゃ忙しいんじゃないかなと思って、ただもうデビューがこう決まって作品は出来上がってるっていうことだと思うので、まあある程度プロデュース業をやって、で一区切りついてからご自分のグループの活動に入ったのかななんて思ったりしていますけれども、3代目といえば、まあ、私的には私は毎朝 ZIP 見るので、もう ZIP ファミリーのケンジロウさんっていう感じのイメージですね。はい。今朝もケンジロウさんが DIY してるのを見ながら朝ご飯食べたり支度したりしてましたね。だから私の中で3代目といえば、まあ、オミピー、そしてケンジロウさんっていう感じですね。まあ、もちろん他のメンバーもね存じ上げておりますけれども、で3代目の新曲ちょっと見させていただいて、私オミピーがあんなに踊るって実は知らなくて、オミピーのファンの方もこの動画をご覧になってくださっていると思うんですが、すいませんね、私が全然詳しくなくて、プロデューサーとしてのオミピーの方がすっかり慣れちゃってて、え、オミピーってこんなに踊るんだっていうのを今更知るっていうかっこよかったです、オミピーね。なんか不思議な感じ、私の中ではもうプロデューサーとしてのオミピーばっかり見ているので、あ、そうか、オミピーって芸能人だよなみたいな今更ながら、あ、そうだったっていう新鮮な感じがしましたね。かっこよかったですね。今すごいお忙しいんじゃないかなと思うんですけれども、このデビュー決定の報道が出ておりましたので、まずそちらの方を読んでいきたいなと思います。 LDH 主催による才能発掘&プロデュースプロジェクトアイコン Z ドリームズフォーチルドレンからガールズグループ部門の合格メンバーであるアンリ、ウア、ルアン、ミラノ、ハナのメンバー5名がムーンチャイルドとして2023年5月3日ソニーミュージックレーベルズよりデビューすることが発表されました。今更なんですけど、みんなの年齢見たら15歳から19歳で若いなっていうのに今頃気づきましたね。でも全体的にアイコン Z ガールズグループ部門って若いメンバーが多かったですよね。で、デビューメンバーの年齢見ても改めて若いなって思いました。今回はガールズグループ部門のプロデューサーをオミが担当し、ハイブジャパン傘下のハイブレーベルズジャパンとの初共同プロデュースとして世界を目指すガールズグループの結成を目指して選考を実施、その模様はテレビ東京夢のオーディションバラエティドリーマー Z で密着され話題となった。お茶会 TV も見させていただいておりました。そしてグループ名のムーンチャイルドはグループコンセプトの表現を月のような妖艶さ、儚さ、日々形が変わる月のようにミュージック、エンターテインメント、カルチャーを融合させ変幻自在なエンターテインメントを発信する新たなガールズグループを目指しプロデューサーのオミが命名したということですね。オミピーのね CDL エンターテインメントも月の意味があるということで、結構こう月が重要なテーマなんですね。で、ムーンチャイルドの楽曲プロデュースはオミ、制作はハイブレーベルズジャパンのミュージックプロデューサー、コンポーザーでエスパ、エナイプン、ルセラヒム、エミックス、スーパーエム、トモロバイツゲザーなどを手掛けるアリッサが担当すると。だから基本的にまあプロデュースはオミピーで、アリッサ先生が楽曲を制作していくっていうスタイルでいくんですね。で、今更ながらなんですけど、アリッサ先生ってほんとすごいですよね。楽曲手掛けてる幅が、ハイブのアーティストさんは手掛けてるんだろうなと思いますけど、エスパとかスーパーエムもやってるんですね。 SM もやってたんだアリサ先生と思って改めてちょっとびっくりしました。
ですか。アリッサ先生のツイッターね、私拝見させていただいてるんですけど、ツイッターでもすごい熱いメッセージを書いてらっしゃって、もう今自分の人生よりも大事にしてますって書いてましたね。私ね、アリッサ先生大好きなんですよね。なんていうんですかね、すごい柔らかいじゃないですか。オーディション番組中もかける言葉が温かくて、で優しくて、でもこう情熱があってっていうところが好きですね。さらにムーンチャイルドの発音源としてオーディション課題曲で注目を集めたチリチョコレート、ワンバイト、ロンリーの3曲を5人バージョンで新録、3月6日プレリリース配信することも決定したということで、はい、3曲ちゃんとデビューメンバーバージョンで聴けるということで、3月6日もうすぐですもんね。プレデビューみたいな感じになるんですかね。で、5月3日のデビューに向けてムーンチャイルド公式 YouTube、Twitter、Instagram、TikTok が開設。ムーンチャイルド YouTube チャンネルではムーンチャイルドの誕生を祝福するバースデーティーザーが公開となっております。で、そしてオミピーからね、コメントが出ていました。グループ名ムーンチャイルドに込めた思いということで、オーディションスタート時から誕生させるグループのコンセプトをデリシャスポイズンと掲げてグループを作りました。でそれを発信するエンターテインメントやメッセージ、ビジュアルなどを二面性で表現し、月のように変幻自在で妖艶で美しいグループになるためにこのムーンチャイルドというグループ名にしましたということで、結構まあいろんなコンセプトをやっていくのかなと思ったりねしておりますが、まあ、ムーンチャイルドをどんなグループにしていきたいかということで、まさに Z 世代の代表、一つの時代のアイコンとなれるようなグループを目指していきたいと思います。音楽性も世界のトップクリエイター陣と新たなスタイルやジャンルを創造し、音楽界へ新たな影響を与えられる活動にしていきたいと思いますということですね。で、まあ一気に情報解禁されましたけれども、まあ、デビューまでねちょっとまだ時間あるので、今後徐々にいろいろと解禁されていくんじゃないかなと期待しております。そしてバースデーティーザー拝見させていただきました。これはバースデーティーザーって初めてですけど、まあ、デビュートレイラーとかよくね K-POP であるそういう感じですかね。デビューティーザーみたいな、グループの世界観とかコンセプトを表現する動画っていう感じなのかなと思うんですが、ちょっとなんだろう、ポップなんだけどちょっとダークさもあるっていうか、ただただポップっていうのとまたちょっと違いますよね。だからオミピーがおっしゃってるデリシャスポイズンっていう感じだなと思いながら見てました。で、最初の歌声って花ちゃんですかね。私はなんとなく花ちゃんに聞こえたんですけど、誰だろうっていうか、今更ながらなんですけど、このグループめちゃくちゃボーカル強いですよね。メインボーカル誰なんだろうってふと思いまして3人メインボーカル候補が私の中でいますよと思いましてまあもちろん皆さんもわかると思うんですがね、だからメインボーカルとか決めないのかもしれないんですけどね、どうなんでしょう。もちろんダンスもですけど、ボーカル面がかなり強いグループが出来上がってるなという気がしてます。そしてなんといってもみんなの新ビジュアルですよね。ちょっとずつ見れましたが、アンリちゃんは番組の時と同じ黒髪ボブのままっていう感じですかね。花ちゃんはオレンジっぽいハイトーンなのかなっていう感じがしますよね。似合いそうですね、花ちゃんね。で、うわちゃんは黒髪パッツンのままで、なんかなんとなくうわちゃんの黒髪って海外人気出そうだなっていう感じがしてます。はい。そしてルアンちゃんがアッシュ系の茶髪っていう感じなのかなね。で、ミラノちゃんは金髪っぽく見えたんですけど、ニット帽かぶってるからちょっとね分かりにくいんですけど、ピンクなのかな。うん、私ねピンク森大好きなんで、ピンクだといいなそこちょっと期待してますけど、みんなビジュアル変わりましたね。早く全体で見たいですよね。で、まあハイブと LDH が、まあ、タッグを組んだ、まあ、プロジェクトになりますので、今後ねどんなプロモーションの展開になっていくのかっていうのも、まあ、楽しみの一つではありますよね。まあ、もちろん作品がどんな楽曲で来るのかとか、どんなパフォーマンスなのかとか、まあ、そこももちろん気になるんですけれども、こう今後の活動の展開もすごく気になりますよね。まあ、ハイブが関わってるってなると、まあ、K-POP 好きからすると、まあ、ウィバースとかも参加するのかなと思ったり、ね、ウィバースでこう海外のファンと交流したりとかもあるのかなって思ったり、まあ、あとは韓国合宿していたっていう話をツイッターでフォロワーさんから伺ったので、できっとハイブで合宿してたんですよね、韓国で合宿するとなると。まあ、向こうの音楽番組に出るってことはないとは思うんですけど、
あの K-POP 関連のコンテンツ、例えばハイブジャパンの NTEAM だったら、まあ、スタジオチュームとかにも出てたので、あのそういうインターネットのコンテンツとかに出るのかどうなのかとかね、出ると実験とかも見れますしね。まあ NTEAM もまあハイブジャパンのグループですけど、日本の音楽番組が中心で今活動しているので、まあきっとムーンチャイルドも最初はね日本の活動が中心になるのかなとは思うんですが、でまたあの LDH でもあるじゃないですか。だから LDH は LDH の強みがあると思うので、両方の強みをどんな風に生かしていくのかなっていうのがまだねあの分からないことがいっぱいあるので気になりますよね。でまあ新しいこう取り組みというか試みだと思うので、どんな風になっていくのかすごく K-POP 好きとしても期待してます。はい、もちろんみんなのパフォーマンス、あの楽曲ね、あのビジュアル含め作品もすごくすごく期待してるんですけれども、日本の国内のこう現状を考えた時に今結構ボーイズグループってひしめき合ってる気がするんですよ。まあ、ジャニーズさんがいて LDH さんもいて、でさらにまあ JO1INI のラポネ勢もいて、で、まあ、BMSG BE:FIRST ねもいらっしゃいますし、でさらにまあ NTEAM もデビューして、でまあその他のね事務所のボーイズグループもいっぱい結構出てきてますし、まあ、さらにまあ NCT 東京もできるっていうことで、はい、まあ、これはいつになるかまだね発表してないですけど、結構ねボーイズグループ戦国時代っていう感じになってきているとは思うんですが、ガールズグループ国内はまだそんなね戦国時代って感じにはまだなってないですよね。まあ NiziU ちゃんたちがすごい活躍していますが、で K-POP の、 あのガールズグループで人気なグループもね、あのルセラヒムとかケプラーとかアイブいっぱいありますが、日本人のグループとなるとまだまだこれからなんじゃないかなという気がしているので、ムーンチャイルドがどんな風に活躍していくのかめちゃくちゃ気になりますね。はい、もちろん応援していますし、すごく楽しみです。ワクワクしますね。今後もデビューに向けていろいろ情報解禁されると思うので、お茶会 TV でも追っていきたいと思います。ムーンチャイルド応援してる方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。